皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。そうマリオ&ルイージ RPG 4ドリームアドベンチャーやりましょうか。さて今回もねおまけ編なんですけど、ここですね。今来てるのがバトルリングだったっけ、なんかそんなとこなんですけど、昔究極ベッドの素材取るときに来たとこでもあって、なんか過去のねボスの強化版と戦えるってしてたんですよ。というわけで今回はこいつを攻略進めていきたいと思います。結構あったから一回で終わんねえかもしんねえ。どれくらいやるかわかんないけど。はい。というわけで巨大化バトルはやるかわかんないです。ごめんなさい。僕の 3DS タッチペンぶっ壊れてるので。というわけでまずバトル行ってみましょうか。そうっす。さあ、どんだけあんのかなと思ったら。こんだけ。絶対これ最後なんか出てくるだろ。はい。というわけで、クッパ X& アックーム。やってみましょうか。8ターン以内に戦えです。行ってきましょう。まあ、この辺はね、昔のボスだけど、レベルもかなり余裕あるので、まあ、一瞬で倒せるかなと思います。だって一瞬で倒しちゃいましょう。多分一瞬で勝てると思うけど。一瞬で勝てなかったらどうしよう。さすがに勝てると思うけどな。さすがに勝てるやろ。行くよー。よい。はい。はい、よい。全然、よいけど。よい。はい、はい。よい。うん、うん、うん、うん。よい。よい、よい、よい。からの、はい。あ、失敗した。1200ってでかない？終わったわよ。そら終わるわ。さすがに強いと思う。うん。さすがに簡単でしたね。はい。ありがとうございました。イエーイ！これ何もらえんだこれ、買ったら。900コインゲット、お金でもらえるやつね。あ、いいこと、お金もらった。はい。よし。とりあえず次行きましょうか。こんな感じで。推奨レベル的に、わ、俺今40だから、マクラディア X ってところまでは多分苦戦することなくいくと思いますので、さっと終わらせに行きましょうか。パッと終わらせます。頑張ります。ツノゴン、懐かしい。色こんなやったっけ、お前。色なんか変わってる気がするけど。はい、というわけで、どうしようかな。適当にやりましょう。スピードボール。絶対これで倒すべきではない。俺、スピードボール好きやね。スピードボール、サンドの飯よりスピードボールが好き。今ミスったけどさ。まぁ、ちょっと嘘ついたけど、サンドの飯よりは。640。ルイージも何するよ。もう適当でいいだろ、もうこれ。もうコーラでいいだろ。絶対終わるだろ、もうバトル。そんな苦労することもなく終わるでしょ、もうこれ。はい。耐えるか。耐えるな、お前。もう限界だろ。もうやめとけよ。ラッキーめちゃ出るな。ラッキーめちゃ出るな。はい。からの、せいダメージは500、1000超えましたね、ダメージ。耐えた？え？なに？ドゥン！もう踏むか、とりあえず。ねえ。で、強えな、マリオも攻撃力。まだ生きてんの、元気だな、おめえ。まだ、はい。はい。マリ、ルイージとか軽くだけ。よし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 。というわけで、元気ハウ。マリオ最強、ルイジ最強、いい感じじゃない？よし、ルイジめっちゃ回復すんな、君。弱い敵には生きていけるね、やっぱこのゲーム。よーし、というわけで見事クリアでした。1200コイン獲得。お金で全部解決なんだね、この世界は。よし。さあ、次行きましょうか。次4体目ですね。ベストターンとかあるけど、まあ気にせず行こうか。さあ、12ターン以内に倒せです。行ってきまーす。勝負と行こうぜ。マスフアニー X アニーだよ、これ。やばいって。ドリームの戦い行きましょうか。うわ、子供たち出てきた。倒し方もう何も覚えてません。倒し方何も覚えてないんで、とりあえずウォールしとこう。はーい。まあ、わからんかったらとりあえずウォールしときゃいいね、夢はね。もうなんか子供たちはいきなり、一オツですね、これ。子供たち一オツ。はい。やばい。位置が悪い。はい。いや、攻撃が全然当たってない。ウォールの意味がない。やったー。500、まあ、500で与えたらいいやろ。うん。怒った。部下がいなくなるとすぐ怒る。え？これにぶつけないやったっけ、これに。へい。あ、痛い！あ、バリアあるんで大丈夫です。すいません。すいません、大丈夫です。僕強いんで。やべ、マックス兄うぜえなー、こいつ。どうしてくれようか。はい、この辺。よし、オッケー。
せい。よし、400。さっきより通ってないぞ、ダメージ。まだ元気。元気だね、君。うわあ、タイミングわからへん。さて、ターン数がどんどんきつくなってきた。ちょっと、ハンマー行くか。よし。ハンマーでも、やれんだよ。マリオ最強。おーす。いったれー。せい。うわーし、周りも衝撃波。何本入ったか見てなかったけど。あー、やっつけた。よし、というわけで勝利。マックスハニー X。 やっつけて、残ったのは子供だけと思ったら子供もいなくなった部下か、部下。ふう、結構この辺からやっぱ1ターンとか2ターンで倒せんくなってきたな。ねえ。さあ、でもお金ゲットです。6万コイン超えましたね。お金が貯まると俺の攻撃力が上がっていくんだよ、実は。マスフアニーのトロフィーかっこいいな。わー、マンモース X。懐かしい。これあれ、雪のとこで戦ったやつだよな。ねえ、パジャマ運転のとこ。で、上でいたわ。でも、こんなやつやったっけ？これね、どうやって倒すんだっけ？頭で狙うんだっけ？何も覚えてねえんだけど。やばいって。頭だと思うんだよ。頭だと思うから、とりあえず行こう。はい、ルイジ一緒に大砲乗っていこう。せい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 。はい。まあまあ、るまるる、行きます。はい。まあまあ、るまるる。待って待って、行くよ。るー、るー。まあ、ルー、ママ、ママ、頭はクリティカル。いいね。ブーツの攻撃が特攻です。ねえ、ルイジ追いかけられてる。バイバイ、ルイジ。またね。ジャンプ行き過ぎた、マリオも。何これ、何やった、何もないんそれ。もう一回追いかける。え、なんかこの攻撃知らん。くせ、いやー、いて。うぜえ、こいつ。ブーツの攻撃とかあったっけ、ブーツ。ブーツを使って攻撃する、あ、あるじゃん。最強の技。スターロケッツ。よし。行くよー。最強技が、ブーツ攻撃っていうのがいいやね。よし。ルイジで何取ったっけな、なんかその、バッチの技。BP 半減取ってなかった気するけど、覚えてないわ、もう何も。よし。まあ、取りま、サクッと星を、あ、取り損ねた1個。回収して、いきまーす。ルイジー、マリオー。ダメージ高ーい。590。一回ミスっちゃったけどね。さあ、当てるぜー。ルイジー、マリオー。エクセレンツ、セイ。600。やった？あ、まだ出てきた。あれ？終わりだっけ、これで。マイジー。マリオー。マリオー。マリオ、マリオ多くない？ルイジー、やっぱマリオ、マリオの方が多いよ。マリオ、マリオ多くないか？ルイジー、ルイジー、終わり？とどめはルイジーです。よし。マトリオシカスタイルだったな、確かこいつ。オッケー。見事撃破だ。よき。お金もいくらもらえる？はーい。1800コイン。またお金が増えちまったよ。なんかトロフィーの色が違う、ちょっと。はい。いや、なんかちょっと豪華になってきた。わからへん。さて、そろそろしんどくなってくる感じでしょうか。レベル33以上ですね。エリート3人組 X。え、こいつらって3人同時に倒すやつじゃなかったっけ？エリート3人組 X って。え、きつくね、これ。大丈夫かな、俺。いっぱい出てきた友達が。よう、元気。クリボー多すぎ、ワロタやけどな。え、台風だと、台風の方がいいか、これ。わかんねえ。どっちがいいだろう。ねえ。はい。この辺で大丈夫かな。はいはいはい。パコ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 って殴ってポコポコ。殴ってポコポコ。やってポコポコ。殴ってポコポコ。やってポコポコ。後ろのやつもポコポコポコ。ポコポコたく殴ってポコポコポコ。よし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 。いっぱい叩いたよ。うわ、補充してきたつだるい。これどうだ、これいいだったっけ。えい、踏みたい踏みたい踏みたい。よし、当たった、当たった、踏めた、やっと踏めた。うわー、後ろすごい楽し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 い。めっちゃ下手、後ろ。
でも補充するんや。なんやそれ、補充せんでええやろ別に。おもろいやろそれ。え、これどれがいいんだろうな結局。ミラクルウォール通るかちょっとやってみるか。多分上効かないと思うんだよね。ねえ、パタパタくんはほら、やっぱ飛んで、あ、効いてる効いてる効いてんのか、それ。全体だったら普通にいいな、それ。よし。おぉ、部下たちも全部やっつけて。さあ、すっげえいい感じ、ファイヤー。せい全部巻き込む。めちゃいいや、これ。ミラクルウォール決定やろ、これ。強さ。うわ、ダウンした。ダウンしたけど起きて。1復活。なんや、もうやめてくれ。どうだ、我々のチームワーク。3人同時に倒されもしないと、絶対負けな。あ。まあ、いや、いらんこと言った。あいつダウン。体力1。ごめん、喋りすぎたよ。あ、何か、ご飯食っとんでずるいぞ。補充した。補充多いな、部下の数。何これ。うぅー。部下が全部兵法だった。なんだ。なんだこれ。おい。おい。おい。なんだこいつら。いっぱい倒して遊ぶしかねえじゃん。よし。また補充してきた、こいつ。補充が多いよ。もうミラクルウォールこすったけ勝てるだろ、これ。どう考えても。はーい。ギリ当たった？あ、よし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 。ドーン！どうだ？いたか？ダウン、ダウン、セン、ダウン！めちゃくちゃ簡単なんだけど。いや、ウォールで、ね、クリボー、ヘイホーの、この二人、エリート二人をやっつけていこうかなと思ったんだけど、案外全部当たっちゃったわ。サンキュー。よし、というわけでクリア！俺の勝ち。2100コイン獲得。もっとくれてもいいんちゃう？次からだよな、ドホンベイ。ねえ、ドホンベイだよ、次が。クッパ様の帽子とバケツ、などなど。ね。はい。さあ、皆様お待たせしました。めちゃくちゃ大変ですね。レベル40以上、ここからが真剣戦いが始まります。ということで、何単位内これ。26単位内、結構長いな。バッチつけて帰っとこうか。バッチ多分ヒットボーイとか回復系の方がいいかなと思うので、マスターバッジで、じゃあこっちが状態異常回復のエキスパートバッジにしておきましょう。回復が多分ネックになるかなと思うのでね。よし、では行きましょうか。バトルリングスタート。バトルしていきたいと思います。マクラディア勝てっかな俺。どう戦うかもう覚えてないけど、翼壊すんだっけ。能力スキャン中です。ビビボボボビビビ。勝利する確率 120%。 懐かしいな、 120% の確率くんねえ。よし、じゃあ、トリマーやっつけていくか。スピードボムでいいんだっけ、これ。なんだっけ、ドリームエイクの方がいいのかな、わかんねえや。よし。まあ、とりあえず適当にいつも通りね、ボン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 と叩いて、楽しい。全然通ってないな、ダメージ。ビビビビビビ、5、4、3、2、1、ドン。あ、俺の、リズム天国下手くそが出たな。リズム音痴が出たな今。うん、リズム音痴でうんちバレちゃった俺。さあ星も回収して、ヘイヘイ、おー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 おお、あっちこっち行って腕落としるやつ。向いてないのかな。急に落ち込むやんね。えすげえ落ち込んでて笑うけど、これがな、ここだよな問題は。どうしようかな。まあ頭弱点、いやブーツ弱点、わかんねえな。ドリームエイクやるか、練習がてら。よし、ドリームエイク下手やからさ、多分今後の練習にもなるやろ、ドリームエイク。よし、行くぜ。ドゥーウェイ。さあ、眠るーグお願いね。はい、マリオ、ルイジー。はい、マリオ、ルイジー、マリオ。今、ま、落とした、ルイジー。ルイジー落とした。はい、ルイジー、マリオ、ルイジー、マリオ、ルイジー。まあ、一回ミスったらグレードやな、これ。グレード490。まあ、ぼちぼちダメージ。490ぐらいじゃダメ？うわ、なんか出てきた。あなたを回復しますって。迷惑だ。おいおいてて、お腹が、わあ、わからん。はい、ブン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 、ジャンプ連打、ジャンプ連打、ジャンプ連打。キングウェアのおかげでなんか反転するやつで。
よし、まあこれはこっち確定やな。まあこれ確定。この技以外ないから、一番強い技打てばいいんだよ、とりあえず。一番強い技なんだけどな。眠るようなやつ地味にむずいんだよな。押したけどなんか、うまく殴れてない時あるからね、よくわかんねえんだよな。一個逃しちゃった星。はい。はい。まあいいダメージ。600。やっぱ威力高えな、これ。さあ、マリオ。また練習する？いや、もう、ここ練習いらん。いや、もう、いや、ジェッツ。ジェッツ行こう、ジェッツ。行きます。ボードも大事。はい、ボード乗りマリオ。からの、へい、エクセレント !500 思ったよりダメージ出ない。まだダメだ。腕直すよ。腕直ったよ。出た、直った腕。めんどくせえやつめ。ボーイだ、マリオの割れちゃう、そろそろ。やべ、ずらしてきやった、あいつ、エッチマン。ほい、危ねえ、やべ。長くないですか？ラッシュ。痛い、マリオ割れちゃったわ、マリア。マリオ、やばい、マリオ。ピーチ。あた、痛そうだった、まあ。とりあえず、腕ぶっ壊そう、また。行くぜー。ロイジー、マリオミスったけど大丈夫。腕ぶっ壊れた。ヒヤヒヤさせやがる。腕ぶっ壊してやったぜ。よし、ドリームエッグの練習や。翼を授ける。行くぜ。はい。はい。ロイジー、マリオ、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 ロイジー。押せてると思ったけど、いい感じやったわ。行ってこい！せい！よーしー、ダメージ入ってる。一発壊し。頭にも本体にもちょっとダメージ入るからいいね、これ。しょぼくれた。手加減してよ。よし。さ、ここまで来たらもう勝ちやろ、ほぼ。ん？また回復すんのかよ。早いよ、回復すんのが。でも2ターンかかるのがいいね、回復すんのに。勝てるわけないよ。勝率 120% の気持ちはもう消えたからな。ねえ、痛い。マリオは25。マリオ意外と防御力高くなったな、やっぱ。ドラドラ、いや、頭見捨てる。300。自爆システム起動、出た、自爆システム。ジェットボード、困った時のジェットボード。前はこれで倒した気がする。行くっきゃねえ。ジェットに乗って。えい、しまった。やべ、グッド。来れる？え、やばいこれ、もしかして。やばい、もしかして。でか、早い技を打て。あれ？あ、よかった。怖すぎる。怖すぎるだろ、マジで。俺の勝ち。しんど、こいつ。はーい。というわけで、なんとか勝ちました。7勝利。2400コイン。ふー、疲れた。一回300ずつしか増えねえもんな。ザックーム X。これ絶対勝てないかもしれん。負けたら、ね、鍛える回が始まります。行ってきます。ザックーム。こいつマジ強かったもんな、ザックーム。こいつ化け物なんだよ、マジで、ザックームって。出た、宝石。ルイージをどっかで入れてくるやつだな。あ、久しぶりメップ。食べた、ごめん、バリ。これ、ラスボス戦の手前のやつと同じやつかな、戦い方的には。え？なんだっけ、これって。あ、これ、コウモリが来るかのやつだよね。はい。痛い！きつい、長くなってる！やばい、避けれねえ。あまりにもそこの部分苦手。いきます、ボール。これ宝石を壊すよりも、もうひたすらアクームを狙っていくという方針でいくはず。違ったかもしれん。結局宝石壊してた気もする。頼む、せい、ぶっ壊せ、世界を壊せ。よし。ありがとう。ゆめっぷん、何もないけど。まだ体力多いな。うわ、宝石増えた。ルイジ吸収だけやめてね。
はい、またバリ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 。結局食うもんな。攻撃力アップ。出た。え、誰？君が持ってる。これ光の玉ドドドドドドって出すやつやな。一番奥。はい。でタイミングお前さ。タイミングさ、考えてもらっていいっすかね。やべ、俺勝てねえ気がするな、こいつアクーブに。オーマイガー。でもルイジ、はい、あそこ。おー、見逃すな、左手前。左の下。こいつを踏んで、ぶっ壊す。ルイジ出てきた、おかえり。危ねえよ、マジで。でもこれ一旦損するからな、この行動によって。そこだけだよね、苦しいのは。いやーん。やめなよー。宝石多すぎひんか。10個ぐらい食べる ?1、2、3。また上がったぜ、攻撃力。ハンマー。光の玉やね。大丈夫。一目。入れ替わっ、ふい。いやー、108食らうの？いや、寝たし、マリオ。ヤバマリオじゃん。ありがとう。回復よりも起こしてくれて、ま、いつも思うやつ。やばい。めっちゃしんどい。うん。あ、そこが正解だ。あー、悪夢に入れられた。最悪だ。やばい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 。ダメージやばすぎやろ、それ。マジでやばすぎる、さっきの今。あの隙間のやつ。えぐちじゃん。マリオ死んじゃうよ、こんなの。はい。入る。あぶねえ、マジで。これキノコだけ取ればいい。キノコだけ取ればいい。よし、体力回復。あとはもうノリでいいです。もっとくれキノコ。おかえりマリオ、死にそうです。クソ強いですこいつ。あと9ターン。えぐくない？て制限飛んでった。あいつひっくり返るやつってなんか回復するやつか。だるすぎる。これ、子供たちをやっつけなあかんねんな。また、ウォールで。やばい、それが、そうか、これもあるから早いとこやっとかなあかんかってんな。はい。みんな、頑張ってくれ。ねえ。キッズたちをやっつけ、いや、全然同じとこばっかり殴っとる、俺。ほい。いや、一体残しになるか、これ。一体残しだった。まずいまずいまずい。回復される。ありがとう、ユーメップ。いい回復です。なんか攻撃してくるけど、200回復。うん。やっつけた！よし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 。いいよいいよいいよ。いいよ。200回復で済んだのはデカすぎる。マジで。ビビめっちゃあるな、俺。よし。あの、右奥。一番奥。ほい！オッケー！ 50いくつか。いいダメージ、いいダメージ。何？勝った？違う？何？うわー出た。それむずいんやって。はい。よけた。よけた。おい、向こう150ぐらい食らってるダメージ。やば。こっち。あー、いって。今よ、分かってたのに。分かってたのに入れないの、ずるくね？それ。いや、体力。あ、おー、130食らってる。俺の反撃入った。そう、キングウェアだったっけ、なんたらウェアの効果ですね。自分が食らったダメージそのまま反転するって技なんですけど。いや、このターンだけで、あの、回復分ぐらい取り返せたね。うまい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 。あとはここで、ひたすら、アックーム殴って、終わらせよう。もう、さすがに落ちると思う。レベルちょっと足りてないんだけどさ、俺。せい！行ってお願い！ストラッ！弾壊れねえ、マジで。よっしゃ！さあ、上がったー。嬉しい。よーし。というわけで、アイウェイン、俺の勝ち。3000コイン。割と限界ギリギリだったんだけど、これ。アックーム。マジ強かったな、こいつ。やっぱ出てきたよ、なんか。炭素おかしいだろ。レベル50以上がおすすめです。レベル10ぐらい足りてないけど。バグだろ、これ。巨大化バトル1個ぐらいやってみようか。巨大化バトルは、俺正直言ってできる気しない。ねえ。3DS の関係上。よし。やってみようか、久々に。
時間で反応しなくなるんだよな、俺のタッチペンって。マジで、3DS もう壊れてんだよな。新しいのまた、今買ってるとこなんで、また次回、別の実況からは新しい DS でやると思いますので、ご安心ください。そういうわけで、巨大化バトル、初めての巨大化のとこか、これ。どうやって倒したか覚えてない。私に歯向かう気なんのーっていう。行くぞ。これ誰だっけ最初。なんかドリームスポットの精みたいなやつだったっけこいつって。対等に戦えるぜ。よし。どうやって戦うんやったっけ、頭踏めばいいかな、わからへん。行くで。シューブン。グレート。はい。テン。あ、反応しませんね。スリー、はい、タッチペン反応しません。もう負けです、これ。反応する？はい。反応したけど、反応したけど、俺のタイミングが雑魚でした、今の。もう怖すぎ、反応するかしないかっていう、脳のバグが発生するもんな、ここ。いくぜ。せい！エクセレント！飛べや！お、飛ぶね、君。いいとこまで行く。山まで飛んでた、山まで。はい、来いよ。まあ、交互に戦うからね、こいつと俺たちは。やいやいやい？これは。はい、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 いいね、止まったね、今回。お前が来んのかい。いいね。え、はい、ジャンプ。もうなんかアクションゲームやめろよ。まだ来んの？どうすんの、それ。ああ、終わったんか。あ、待って、これ奥に竜巻あるから、こいつ吹っ飛ばせばいいやつや、これ。ヘイ！オラ！風にが泣いてます。ドーン、大ダメージ。ボロボロや、こいつ。またなんかすんのか、こいつ。また迎え撃てか。よし。はい。はい、はい。いや、タッチペン効くって最高、今。あ、やべ、効かへん。よいしょ。あ、聞いた。いや、もうなんか一回だけ、なんか、もう、瞬間的に聞かなくなるの、マジやめてほしい。これは食べて。はい。グレート。はい。あ、今度聞いた。よし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 。それ飛んでるとき頭特攻。ただ、体力レースはほぼ同じ。よし。やめて、連続攻撃やめてほしい。一回だけとかにしてほしい。おー、もう勝った？終わり？ボロボロやけど。なんだ今度は。え、ビーム？リーダー聞いてるのこれ。聞いてるか怪しい。あ、聞いてるっぽいな。不安になるからね。俺連打してるけど、連打できないみたいなことあるからよく。さあもう、全身煙上げてるけど。なんだまだ来んのか。竜巻だ！なんだこれは。わからへん。これ、上か下かだよね。わからへん。見てなかったから、上にしよう。とりあえず。噛んで。ふい。ダメだったら泣く。あ、あ、大丈夫だったみたい。わ、ジャンプしとけ、とりあえずよかった。下だったけど、よかったです。なんか知らんけど。ほら、お前はもう、吹っ飛ぶぜ。せい！いや、当たるー！入るー！吹っ飛ぶー！落ちるー！もう、ダウンやろ、これ。ね、なんだ？はい、飛べよー！もう行ったやろこれ。山も崩れたけど。とどめの時間じゃないそろそろ。もういいやろこの体力やったら。星出てこい星。またできた。はい。上。下？わからんから浜でいいやろもう。適当いいやろこれ。はい。当たった。なんもないけど。なんもないけど当たった。いやでも今体力1ミリしか減んかったからさ。絶対もう終わりやってこれ星で。え、終わるかな？よし。敵が弱ってるぞ。ブラザーフィニッシュだ。行きまーす。シュン。
俺は勝つぞ。もう巨大化バトルでいい思い出ないからな、俺。もう見てるだけで泣きそうになってくるんだけど、辛くて。辛くてさ。いきまーす。はい。じゃ、狙っていきましょう。狙うはここ。動くなよ、動くなよ。動くなよ。動くなよ。よし、エクセレントー。こいつは簡単、あんま動かんからな。他のモンスターマジ動くもんね、これ。勘弁してほしいぜ。よし。ピュピュアウィー。よかったよかった。ドゥー。は、これでちっちゃくなって、元通り。はい。というわけで、俺の勝ちー !1 の巨大化バトル、攻略完了でした。賞金1200万コイン。万もじゃない。結構もらえたわ。よかった。これ、13ターン以内に倒す。これ無理だろう。だからさ、俺タッチ面効かないことがあるからさ、その何ターン以内に倒すとかっていうシリーズ絶対無理なんだよな、ほんと。はい、というわけで皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。マリオドルイジ RPG4。バトルリング。まだあと1個残ってるんで、バトルリング次回やりましょうか。巨大化バトルは何度かやってみて、タッチペン効かなくなったら諦めようと思いますので、そこら辺ご了承ください。はい。それでは、チャンネル登録しなかったらチャンネル登録、高評価よろしく。また次回の動画でおつぽよ。